どうも。今回紹介していくのはこちら、日本そば。生のそばがダイソーに売ってるの？比較的品揃えのいい店舗にしか売ってなかったのだ。かなりレアな商品かもしれないわね。製造者はさぬき麺心さん、香川県の工場で製麺しているのだ。さぬきといえばうどんのイメージだけど、隣にしっかり生うどんも置いてあったのだ。それも気になるわね。でもまあ年末ということで、今回はおそばを作ろうと思うのだ。まさかダイソーのおそばで年を越すことになるとは。袋の中身はこんな感じ。おそばと1食分のつゆが入っていたのだ。内子がついてない部分が若干くっついてるわね。まあこれくらいなら茹でればほどけると思うのだ。ちょっと待って、ずんだもん、このそば酸っぱい匂いがするんだけど。気づいてしまった、カメタン。え、実は袋の裏にこんな記載があったのだ。調理時や出来上がりの商品に酸味を感じる場合があります。あ、見落としてた。生麺の品質を保つための pH 調整剤のせいでこの酸っぱい匂いが発生してるのだ。これはかなり味に影響しそうね。とりあえず記載の茹で方を参考に、まずは冷たいお蕎麦を作っていくのだ。一袋あたり1リットルのお湯が目安ね。沸騰したらお蕎麦を入れ2分間茹でるのだ。茹で上がったわよ。ここからは時間勝負。冷水で洗い一気に締めて十分に水気を切れば完成。ツルツルしてて美味しそう。今回はそれっぽい雰囲気を味わいたいので、そば皿も買ってみたのだ。こんなのも売ってるのね。適当に盛り付けたら一丁上がり。めちゃくちゃ本格的じゃない。ダイソーのつゆ入れに付属のつゆを入れ、80ml の水で薄めるのだ。薬味皿にはネギとわさびを乗せるわよ。いただきます。まずは何もつけずに食べてみるのだ。あれ、酸味はそこまで気にならないかも。というかむしろ美味しいのだ。コシは強すぎず弱すぎず、滑らかな食感で。ただそば粉の香りはあまり感じられないのだ。続いてはつゆにつけてみましょう。塩分強めで甘さは控えめなタイプなのだ。もう少し薄めてもよかったかもしれないわね。そういえば海苔をトッピングしてなかったのだ。あ、すっかり忘れてた。ちなみに海苔がかかってるとざるそば、ないものは盛りそばらしいのだ。そうなの？ごちそうさまでした。最後は温かいおそばを作るのだ。待ってました。まずは冷たいおそば同様2分程度茹でるのだ。並行しておつゆも作っておいた方が良さそうね。茹で上がったら表面のぬめりをよく洗い流し、水を切って温まったつゆに投入するのだ。この時つゆの温度が下がるので、よくかき混ぜながら温め直しましょう。しっかり温まったら器に盛り、スーパーで買ったエビ天、かまぼこ、ネギを添えたら完成なのだ。絶対美味しいに決まってる。大晦日だからちょっと豪華にしてみたのだ。いただきます。うん、美味しいけどほんのちょっと匂いが気になるかも。温かい方が例の酸味を感じる気がするのだ。茹で時間とか洗い方でも変わるかもしれないわね。個人的には冷たい方が好きだったのだ。ごちそうさまでした。というわけで今回はダイソーに売ってる生のお蕎麦を食べてみたけど、ざるそばにしたらかなり美味しく食べれたのだ。あとはそば皿を使うことで雰囲気が出て普段より美味しく感じられるので、気になった人はぜひ使ってみてほしいわね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。のだ。2023年、このチャンネルをご覧くださり、ありがとうございました。皆様、良いお年を。のだ。